何としても令和に与党を取っていただきたいんですが、参政党の神谷さんとか、明石市長の泉さんとか、えー、秋高田市の石丸さんとかと組んだりする可能性はありますか誰とどう組むってことを今考えてません。自分たちでこれは数を増やしていくしかない。おそらくみんな考えてることバラバラですよ。考えてることが一緒なんだったら一つにもなれると思うんですけど、財政官であったりとか、 目指したい社会像っていうものが大きく違うっていう人たちも今中には含まれてたし、近い人もいるかもしれないけど、えー、維新まで含めた上で政権交代だってことを考えている可能性が高いってことですね。それが無理なんですよ。はっきり言っちゃえば。自民党が悪いのわかってるけど、自民党を倒すために、えー、今の自民党穏健派のような立憲民主党と、で、えー、自民党よりも立ちの悪い新自由主義者である維新っていうものと、手を組んでひっくり返したとしても、 これ民主党の悲劇みたいなことまた繰り返しますよ。じゃあ必要なことは何なんだって考えたら、強い野党を作るしかないんですね。強い野党を作るための、その中核として、令和新選組が大きくなる必要があると思ってます。令和が大きくなることによって、どのような影響を与えたいか、強い野党を作るためにって言ったら、二つあるんですよ。一つ。経済政策なんですね。三十年この国が失い続けてきた。食い物にされてきた。収奪され続けてきた。 政治と資本家が力を合わせてみんなを食い物にして自分たちだけがこういう太ったってことは見ていただきましたよね。だからこそ次はみんなのターンなんだと。失われた三十年を取り戻すために徹底的な経済政策というものを野党の柱にしなきゃ勝てないんですよ。それが一点。もう一個。腰の引けた国会運営をさせないっていう、ガチで体張って戦うような野党が塊にならないと、私は難しいと思ってます。政権交代など。 それなしに政権交代したとしたら、また裏切られますよ。国会は、国会議員の職案みたいな場所にされちゃってるんだから。もちろんそういう感覚でやってない人たちも一部いるけど、一握りしかいない。それを考えならば、やっぱりそれを本気にさせていく、という意味で、令和を拡大していくってことが、まず必要だと。私たちの考えです。ありがとうございます。